はボールのラインバー入ってくる当てるこのまま押し殺しを長くここに押し返してる。わかる。ここじゃん。このコンタクトした時にこうやってコンタクトしましたっつって体を起こしてる。こうやって起こすとどうなるかって言ったら人間の右手って返ってくるからってなるとバットとボールの当たってる時間どうなる。短いです。短くなるでしょ。だからなるべくもう一回こうやってコンタクトしましたっていう時のここの肩のラインちょっと意識する。あとはもう一回構えて構えんじゃん構えんじゃん。はい構えてこうでしょ。だって背骨こうやってまっすぐ立ってんじゃん。わかる。でこの背骨をこのまままっすぐしたままちょっとこうやって倒すじゃん。でバット少し倒してる。はいこうじゃん。こう倒すじゃん。そうすると今ここの背骨とバットここの角度90度になってるでしょ。これぐらいが理想。ここの角度がここの角度ね90度ぐらいに収まってる時がやっぱ一番力出るからここのまま背骨を起こしてこうでしょ。はい倒してこうじゃん。でこのままじゃあ振り出すじゃん。そうすると肩って縦に入る横に入るどっち。縦に入る。縦に入るでしょ。で縦に入るからじゃあここから打ちいくよ。打ちいく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 。ボールのラインこう入ってくるわけじゃん。この縦に入ってきてドーンって当てて縦に抜きますよってイメージ。イメージはだけどこれボール止まってるからどういうイメージ。すくい上げた方がいいの叩いた方がいいの。叩くんだ。ここから打ちに入るときに右手叩いてくるイメージいかないと木製バット重いから垂れちゃうから縦に出そうとしたら。だから縦に出そうと思ってもこの手こうやって叩いてくるイメージで出していかなきゃダメ。だけど言ったみたいにこれが体を起こしたらいい。起こすと肩って水平に回転するからこっちに開くから。わかる。だから自分の背骨を少しこう立てていいんだけどこれ少し押さえ込んでこの感覚でこうやって手ここに前に出していくイメージで打たなきゃダメ。 OK。 そしたらセンターに長く出るから。わかる。はい。ネルソン・クルーズとかって最終的に、まあ、低めのこの外目から始めるんだけどネルソンとかはこの辺からこうやって始めてしかもこれまず最初もうその地面とかに打つの片手でこうやってバーンってトップハンドこうやって使って片手でこうやって打ってこれを最終的にはこの辺の位置まで上げてきてで最後どうするかって言ったらこれパッチーンってこうやってトップハンド使ってライナー出すみたいな練習するの。だけどこの時にさみんなに気づいてほしいのはこうやってボールが低めに行けば行くほど振り抜く時の肩のラインってどうなる。低めのボール打つ時っていうのは実際ボール入ってきた時打つ時って角度って肩のラインってやっぱこうなるじゃん。わかる。こうなるってことは止まってるボールをこうやって下げた状態で打ちに行くってことはやっぱもっと上がっちゃうの。だから実際肩のラインってこうやって打つんだけどこれで上がらない打球打とうと思ったら感覚的なこと言っちゃうともう叩くぐらいの感じが入らないとライナー出せない。このコースでこれがじゃあ上がってきますってなったら当然だけど肩のラインってもうこうやってなかなか倒せなくなるんで水平に体がだんだんこうやって起き上がってきちゃうからだからネルソンとかってバーンとこうやってトップハンドここ使うでトップハンド使って水平になってんのこれをこういう風に倒してって打っていく感じなんだけどここ行った時の打ってる時の感覚とかもライナー出そうと思ったら実際はこうやって叩いてきますぐらいの感覚じゃないとライナー出ないから止まってるボールとかでまして動くボールになったら余計だからだから止まってるボールに対してライナーを出すためにじゃあどうやって打つかってことを考えなきゃいけないからここだけで止まってるボールをホームラン打ったってしょうがないじゃん。実際は150キロの球入ってきてプロとかのレベルでそれをやっぱバチンとホームラン打ちたいわけでしょってなった時にそこを考えての練習だから。わかる。止まってるボールを打ってる時の考え方としてやりますってことだから OK 大丈夫かな、はい、じゃあちょっと安田コーチやってもらいましょう。ほんとちょっと皆さん気をつけてください。跳ね返りがあるんで。あこういう感じね。ほらちょっと見てみほらこういうの収まるじゃん。だけどちょっとまあ軸が前出てるから軸もうちょいほんとはこれぐらい OK。これが理想。これがでも体起こしてくるってなると
ってってフックし始めるから、なるべくこれぐらいフィニッシュ。OK。